追跡されている。ここで四方に分かれるぞ。待てい、貴様らそこまでだ。しつこい奴らだ。観念したらどうだ。逃げ続けるのにも疲れるだろう。誰が貴様らなどに。今ここで片付ける。そうだそうだ、潔くここで撃たれろ。ずいぶんと騒がしい。弱い犬ほどよく吠える。貴様誰が弱いだと、貴様ら以外に誰がいるという。言ったな。うるせえな。ヒデン、ギャーギャーとうるせえんだよ。喧嘩ならどっかよそでやってくれ。な、何者だ貴様。何者。そうさな、ここを守る番犬代わりってとこか。この辺を根城にしてる魔術師にはまあギリっつうか、てめえらが退散しねえってことならこっちとら仕事をするまでだ。はぐれのサーヴァントだな。さてね。命が惜しきゃとっとと失せな。来るぞより、とく構えろ。新手のサーヴァント、情報にない答えか。三回三回、情報は必ず持ち帰れ。あ、待て、逃がさぬぞ。おい、待つのはてめえらもだろうが。何か行き違いがあるようだ。俺たちと連中は仲間じゃない。むしろ敵だぞ。あれはどうやら敵マスターの手のもののようだ。へえ、そうかい。だがんなことはどうでもいいんだ。ここんところくに動けず体がなまってたんでな。なんたる魔力の差え。より、ここは俺もやろう。ここで下がればきっと悔いが残る。そうか、ならばせいぜい私の邪魔だけはするなよ。ちった、楽しませてくれや。相手にとって不足なし。むしゃぶるのはそうだ。とどめだ。その鮮やかな槍さばき、ランサーのクラスと見たが、いかに。おめえと、そういうてめえはセイバーだな。マスター付きの三騎士とやり合えるとは。今日はついてるぜ。楽しまなきゃ損ってもんだ。そうだろセイバー。残念だな。どうした。受けてみろ。避けるなよ。
見えている。は熟した。来い、出番だな。私に続け。よりやるな兄ちゃん。サーバントぞれとはいえ人の身でよく粘る。これは思ったよりも楽しめそうだ。受けてみな。同感だ。弱いな。どうに高ぶっているの。下手に動いて死んだらどうするの。読めた。やっぱどうした。決める。セイバー、すぐに行く。刮目せよ。どうした。頼む。任せろ。私に続け。よりなかなかやるじゃねえか。そちらこそだ、はぐれのランサー。恐るべき使い手だ。はぐれは力を減じられた英霊だというが、いつ何時急所をうがたれてもおかしくはない。よく見ておけ、より。これこそが戦う力あるものだ。なんだおい、随分とマスターに厳しいサーバントだな。兄ちゃんだってそれなりに検討したろう。もっと誇ったっていいんだぜ。はぐれの霊気じゃあるが、俺と打ち合ったんだ。そういえばはぐれだったか。はぐれでこの強さ、吉原の異常不並みの傑物だ。ああ、正直なところお前らを見くびってたぜ。他人のねぐらで無遠慮に騒ぐアホどもだ。どうせ大したことはねえってな。それについてはその、そうだな、こちらの無作法だった。まあいいさ、そっちにも込み入った事情があるようだしな。ともあれだ、お前らと戦えて俺は嬉しかったぜ。限界してからまともに戦ってねえんだ。おかげで体がなまるなまる。そこにお前らだ。こんだけ戦えるだな。そうかそうか。面白い男だなランサー。正直戦い足りねえくらいだ。ほう？そこでだ、頼みと言っちゃなんだが、もう一遍どうだ。宣告とは気迫が違うな。もちろんただでなんて虫のいいことは言わねえ。そうさな、お前らが俺に勝てたら俺の神明を教えるってのはどうだ。でもってお前らの義の勝利に全面的に力を貸してやる。もし仮にお前の神明を明かせ。悪くない取引だ。だがあいにくと私の一存では決められん。どうする、より。ああ、その提案乗ろう。強き英霊の助力は願ってもない。間違いなくぜひ頼む。勝つ気満々じゃねえか。いいね、ますます面白い。そんじゃあ早速と言いたいとこだが、そっちには生身のマスターがいるんだ。万全の準備を整えるまでは待っててやるよ。お、良いのか。だが条件がある。俺としても暇は潰したい。そうだな、準備が整うまでの間、お前らの戦いを俺が手伝うってのはどうだ。いずれ勝負をするときまで助力をするか。
面白い男だな。構わないが、こちらばかりが得をしないか。言ったろ、体がなまって仕方ねえってよ。そうか、どうあれ助力はありがたい。恩に着る、はぐれのランサー、いずれ力を借りよう。今は先を急ぐ。おう、引き止めて悪かったな。じゃあまた会おうぜ。いおり、宮本いおりだ。いおり、いおりか、覚えとくぜ。